米メディアが DeNA 今久志の去就に注目。カーディナルスは先発陣のアップグレードを必要としている。今季のカーディナルスは驚くほどの不振、31勝45敗でな、リーグ中地区最下位。しかも先発投手の防御率は 4.89 で25位だ。として先発ローテーションのアップグレードを必要としていると指摘。そして今久志を魅力的な存在と評した。今久志をめぐってはカーディナルス以外にもテキサスレンジャーズ、フィラデルフィア、フィリーズ、アリゾナ、ダイヤモンドバックス、シンシナティ、レッツ、ニューヨーク、レッツ、トロント、ブルージェイズがスカウトを派遣したと言われている。楽しみやな。まあええやん。どこ行っても援護なさそう。今年横浜優勝したら出してくれそう。山本ではなく今年優勝できなかったら悲惨やな。ええやん。球速足りなくないか今長じゃ。吐息切れで投げてるからな。応援はするけど長く結果残せるとはあんまり思えんな。スペの今久しに中4日は無理やと思うが、中ボトかにしてくれたりするん？言うほど中4日でやってるチームない。そうなん？ならいけるかも。最近のメジャーは中5カローテが主流になりつつあるから多分大丈夫や。合格や。ヤンキース来ないんか。メジャーのカメラワークだと日本よりさらにキレキレに見えるんよな。 EL 山本か今久し見たいんやがな。これからさらに強くなれるけど、先発足りて変死殺束勝負になりがちな日本人選手には縁がなさそうやな。日本でも無双してないからな。ヌートより親密になれそう。最低でも今年タイトル取れないならやめとけ。菊池みたいにアジャストできるかやな。先発は厳しくてもリリーフならいけるんちゃうか。まあ防御率4点台くらいはいけそう。